ございます。爽やかな可愛さですって。今日がいい、ありがとう。おはようございます。今日は真田公園2公園あります。朝からありがとうね。そんな言葉言われたら嬉しい。ギフトありがとう。そう、今日は花垂公園で千穂さんとあかりんさんの生誕祭です。生誕祭久しぶりのブルーライブかもしれない。リオ今日ブルーライブ久しぶりかもしれない。久しぶり。今日も昼夜お待ってるね。昼夜すごい。あ、夜の部嬉しい。リトありがとう。またナースになってね。わかりました。なるね。朝食は何を食べたの？朝食は納豆とヨーグルトとのみ。今日もリオは美しい。美しい？すっぴんだけど。ブルーライブってテントのところだっけ？そう。てかさ、ブルーライブテントなんだけどさ、ここ最近さ、めっちゃ虫多いじゃないですか。ちょっと虫恐怖症で、いや、虫苦手なんですけど、もともとちょっと虫が苦手。しかもカメムシがめっちゃ多くって、最近カメムシが大量発生じゃないですか。本当に無理。いい人ありがとう。あくび。今日の寝起きはどうだった？寝起きはどうだったってどういうこと？寝起き？そう、リオのペンライト振りに行く？ありがとう。そうなんですよ、リオ虫に好かれてて、今日も家のドア開けたら虫が家の中に入ったんですよ。もうやだ。網持っていくって。リオ網持ってないから貸してください。そう、虫嫌なんだよね。でもリオ今年さ、宝田に見てないんだよね。まだ見たい。宝田に早く見たい。見たいんだけど。やばい、足がかゆい。俺もリオツのこと好きだぞって。本当ですか？
ね、カメムシが車の中に入ってくるとパニックになります。入ってくるの？でもリオも岡村家もね、前に車の窓についててドアから入れなかった。こないだ宝谷に刺された。え、宝谷って刺さないんじゃない？刺さないと思うけど、あれ刺すの？宝谷って刺さなくない？刺すのかな。それ違う、違う虫じゃない？違う虫じゃない？ギフトありがとう。え、靴下の中にいる時があります。え、どういうこと？やだ、無理。無理無理。うわ、想像しただけでちょっと気持ち悪かった。車の中に蚊が入ってくることあるよ。あ、蚊はあるよ、普通に。蚊は普通にあるよ。だって岡村くんも入ったことあるよ。入ってきてマーナが運転しながら、リオは後ろの席で蚊と戦って。でもすごい動きが早いから、そう、頑張って戦って、そう、戦いました。戦った記憶がある。チキ楽しみにしてるよ。待っててね。また関東でライブしてね。したい。あんま最近東京行くとこな、行く、東京とか行くことが少ないから。ギフトありがとう。ギフトありがとう。あれ、さっき言った。待って、15分経ったら配信終わるので、12分経ったら教えてください。シュワのリョウツン、色気と可愛さ強すぎます。本当？シュワ頑張ります。え、なんかさ、千穂さんとさ、花垂れ公園出るの久しぶりかも。千穂さんとシュワするのも久しぶり。シュワあまりかもね。ね、いつ届くんだろう、みんなの元に。チェキチェキチェキ。予選は東京じゃなかったんだ。予選はいつもその地方であります。地方。広島だったら広島で、ST は広島でありますよ。決勝は東京。そう、千代さんとあかりんさんの生誕祭頑張ります。ツイッターに、ツイッターじゃないよ、もうX だよ。もうリオ慣れてきたからね、X っていうの。リオも最初はツイッターで慣れてたけど、もう最近は X が定着。ジャケ写撮影地行った。証拠写真？わかった。いい人ありがとう。千代さんってハート作るところ好き。え、なんか千代さんのさ、手が好きなんですよね。あの踊ってる時の手が好きで、予選29と30どっちで ST 放送するのかな。どうなんじゃろうね。前回は1日目だったよね。前回は1日目に ST 放送されたけど、でもまだリオたちも知らない。某動画で配信見てよ。チキありがとう、楽しみにしてる。お、見たの？
待っててね。自分はリオツンが優勝候補だと思っている。ありがとうございます。あ、そうだよ。あ、そっか、みんなもう知ってるのか、リオが何歌ったか知ってるのか。ファーストフレ…あ、ファーストじゃないフレイバーだった。フレイバーオブライフ。やっぱ歌いそうになった。ちょ、歌わないようにしようフレイバーオブライフ。宇多田ヒカルさんです。宇多田リオツンになって歌いました。あ、壇上読みます。13位 KG6033 ありがとうございます。12位シュウさんありがとうございます。11位あやさんありがとうございます。10位奈良西さんありがとうございます。9位日傘のザッキさんありがとうございます。8位シャガーラピーさんありがとうございます。7位桃太郎さんありがとうございます。6位鈴鹿さんありがとうございます。5位広島港パセリさんありがとうございます。4位沢本龍二さんありがとうございます。3位ナンパの久人さんありがとうございます。2位ナンバーワンソンありがとうございます。そして1位はドゥルドゥルドゥルルルバーンフラペチーノさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。今日は花だれ公園2公演言うんだ、花だれ公園2公演よろしくお願いします。千穂さんとあかりんさんの生誕祭頑張ります。配信もあるので見てください。2部は当日券もあるのでぜひ来てくれたら嬉しいです。なんだか切ない歌詞やんフレーバーオブライフの歌詞やん。それでは、あ、まだテロップ出てないか、まだテロップ出てないね。雪帽子、雪帽子行きたい。最近行けてない。雪帽子行きたいな。フレーバーオブライフさ、A メロとかもさ、なかなかの低音なんですよ。あれ普通の女子だったら出ないんですけど、まあ男性はね出ると思うんですけど、普通に女子ってあんま言わないか、最近女性は普通は出なくて、あの低音 A メロの結構低いやつなんですけど、そう、なんかごまかしたら出てる風には見せることはできると思うんですけど、そこも注目です。リオは低音が武器なので。職員さんありがとうございます。高校1年生15歳の4つのこと岡村理恵です。フォローしてください。そう、あ、テロップ出た、ありがとう。それではバイツーン、花だれ公園よろしくお願いします。バイツーン。